これは遠い遠い時代のお話。朽ちた施設の中、感情機能を持たないまま目覚めてしまった機械の少年。彼は人間に近づきたくて、荒廃したその世界を歩き続けました。そして、一人の歌を歌う少女と出会います。少女に拾われ、共に暮らし始めることで、進み始める時計の針。大切な気持ち、残したい心、語りきれなかった思い、伝えるべき言葉、永遠に続く約束。忘れないでその笑顔は。 15周年メモリアル作品、ハルモニア。届けたいそのすべてを歌に乗せて明日へと。明日の